なんかですね、20周年って、まあ、結局その、まあ、思うにちっぽけなことであってですね、僕の中でですね、まあ、ずっとやってきて20年になってるんで、まあ、20年っていう意味で言えば、まあ、もしかしたらすごいことかもしれないし、けど、まあ、20年続けられて、でも、まだ自分の大先輩とか、そういった方でも60になっても6、どんどんやってる人もいて、そういったことを考えると、まあ、20周年、まだ人生の中のほんの通過点やなっていうようなことがあって、で、まあ、CD のタイトルも、その20周年とかっていうのはあんまりつけたくなかったんですよね。ですから、その人生の中の一つの通過点として、ライフっていうですね、感じで、まあ、自分の親の生き方っていうか、その中の一部っていうか、そういうふうな意味合いも